生まれてこの方、自分は清廉潔白、人に迷惑かけることなく清く正しく生きてきたつもりです。しかし何かの拍子で身に覚えのない罪をかぶることになり、わけもわからずそのまま刑務所へ、ということがあるかもわかりません。そこで刑務所の中に冤罪で収監された方などはいらっしゃいましたか？すごく真面目にそのまま答えると、私が長くいる中でそういった方はいないです。というのも、現実的にあろうかということを想定すると、刑務所にって、これ刑務所に収監されるまでってなかなか大変なんですよ。刑務所に行こうと思っても、ちょっと傷害事件、ちょっと覚醒剤、1回の覚醒剤ではいけませんし、詐欺、暴行行為でもなかなか行けれないんですよね。まあそういう形で収監されるとなると、殺人事件で全くその間違った血液なり DNA が出たということで間違えられて収監されるということなんですが、そこに行き着くまでには留置所、拘置所、刑務所、その中で拘置所に行って裁判も地裁、高裁、最高裁とあって、刑務所に行くまでには否認事件で事実を争う、認否を争うという形をした場合、なかなか刑務所までは行かないです。そんなに簡単に刑務所に行けれないようにセーフティーネットがあって、もう違うと言ってればそれなりにそういう形になっていきますから、実際行くっていうことはないんですね。仮にです、そうだと言って刑務所に行ったところ、刑務所まで行ってしまって冤罪だ、私は違うって言ってもどうにもなりません。まあですから、映画やドラマのようなことはあまりないですよね。ただ、最近でも冤罪事件で、無罪判決がっていうふうなことは実際あります。その方たちはもう判決が出てしまったんで、それをもうそこから懲役10年15年で勤めて、特別抗告という形で、もう一度裁判をやり直して新証拠が出たという形で無罪を勝ち取るという格好になるもんですから、なかなかこのわけも分からずそのまま刑務所へっていうことはないということなんです。まあこんなお話になってすいませんが、まあこのままの質問に答えをするとこういう形になります。